飯塚国三郎2月13日昭和33年7月25日は日本の柔道家。ダニーは行動館柔道十段、大日本部徳会柔道藩士、慶応義塾定育会柔道部師範、国際柔道協会会長などを歴任した、栃木県出身、飯塚茂七郎の次男。早くより武道を稽古していたが若き日に、上京の後、慶応義塾大学、 二小学籍で学ぶ傍ら、柔道を修行する。行動館や慶応義塾において、横山作次郎や山下義明、加納治五郎と共に、指導の発達普及に従事。東京高等師範学校、旧制、第二高等学校、第七高等学校増士官の柔道教師を歴任。第二本部特会において形制定に従事する。 1899年に四段に昇進すると、福岡にある、原用者の柔道場、名道館に通っていた博多方面の柔道家のための、天津館開設にあたり、親友の内田良平の招聘により指導者として、福岡県に赴任。目黒駅の近くで、飯塚道場を開き、さらに、福岡県立中学周遊館の師範として、広田幸樹などを指導。 武術に優れた者は闇夜に刀で切りかかって来られても避けることができる。と保護していた。1909年の日露戦争後に内田良平の後任として慶応義塾定育会柔道部師範に就任。以来、1945年までの38年間母校の師範を務めた。行動監視難役となり、1928年8月の 行動館の講談社き講習会の際に、山下、磯貝、長岡、三船、本田あり、根高岡野と会談し、公選大会の審判規定を、行動館の審判規定に合わせるように懇談したが、ついに変更されるに至らなかった。1934年の昭和天覧試合、皇太子殿下御誕生報祝記念武道大会にて、剣道、重剣術、 柔道の三種目の演武を急がい始め、田畑翔太郎、長岡修一、山下義明、佐村海一郎と共に6名で行う。文部省の体育課が体育局に昇格し、戦時体制、国家総動員体制下における国民の体力強化を重視し、慶応義塾交友会組織の再編によって、学校報告団の体育訓練が始まると、 報告団体育課名誉師範に就任。その他、立正大学、水産講習所、東京工業大学、東京農業大学などの柔道師範を兼任。1946年、最高位の十段に列くらいした。戦後は、道場、乗高館を渋谷に開設して、門弟の教育に従事した。ありがとうございます。